はようございます、なごみけいです。僕はですね、この春から、大学を卒業して社会人になるというわけで、いろいろと変化もあるんですけれども、それに合わせてこちらです。最近の動画でもちらっとお見せしたんですが、 iPad mini を購入しました。前々から少しこう憧れというかちょっと気になっていたので、これを機にこうミニ使ってみようという感じですね。で、実は iPad mini を試してみるのは今回で2回目です。1回目はちょっと動画にもしているんですけれども、 iPad mini の発売時点で実際に使ってみましたが、正直その時はあんまり合わなかったというか、1回諦めたんですよね。それがこう大学を卒業することによって携帯性を上げられるこうミニにできるんじゃないかなということで、もう1回チャレンジしてみたというお話なんですが、結果はタイトルにある通りです。これについて僕今回詳しくお話ししていきたいと思います。iPad mini 自体は発売されてから少し経っているので、今更っていう話ではあるんですけれども、まだまだね、人気の製品ではあるので悩んでいる人も多いと思います。ぜひそんな方の参考の一つになれば嬉しいです。ということで iPad mini 行ってみましょう。さてさて、僕はですね、今まで iPad を持っていました。こちらですね、 iPad Pro 11インチ、こちらは第1世代2018年に発売されているモデルですね。これまでこの iPad Pro は主に4つの用途で使ってきました。1つは先ほどもお話ししましたが、ノートを取るという用途ですね。大学に入学して半年ぐらい経って購入したんですが、一番やりたかったのがこのノートを取る。 PDF ファイルとか書類とかも含めて全部この iPad でデジタルで管理していくっていう風な目的でこの iPad を購入しました。実際その用途ではかなり使いましたね。特に大学 1,2 年くらいの頃、コロナによるオンライン授業も挟んだっていうこともあって、相当大活躍した iPad でした。で、このノートを取るっていう用途が減ってきたので、今回ミニに乗り換えようというふうに思ったという感じですね。最近の動画でもお話ししたんですけど、画面の大きさは本当に紙の大きさと使い勝手同じなんですよ。なのでこのミニだと大体手帳に書き込むような感覚だし、こっちのプロとかエアーであれば、B5 ノートくらいに書き込んでいるような感覚、使いやすさになります。なので大学のノートは僕は11インチくらいは欲しいなというふうに思っているという感じですね。そして2つ目が、 iPhone アプリでは使えない、もしくは使いづらいアプリをこちらで使っていました。例えば雑誌や本の閲覧ですね。 iPhone でも Kindle とか、僕が使っている D マガジンとかアプリはもちろんあるんですけれども、圧倒的にこちらの方が使いやすいです。画面の大きさは本当に正義と言っても過言ではないですね。あとインテリアの 3D シミュレーションをするアプリもこの iPad でしか使えなかったので、そういった点でもこの iPad すごく便利に使っていました。そして3つ目に、家の中で持ち歩くデバイスとしても使っていました。これどういうことかというと、僕はこの iPad 以外に iPhone と MacBook を持っています。でこの2つは比較的外出時に使いますね。で MacBook は僕のメイン端末、この動画編集とかもそうですし、かなり重い作業とか大事な作業をするときに使うので、家の中ではデスクに接続して基本的にはここから動かさない、どっしりとこう構えて作業するような場合に MacBook を家では使うという感じですね。で一方で iPhone はその携帯性とかが便利だと思っているので、基本的には外出先で主に使う端末ですね。なので僕はこの iPad にApple 純正のマジックキーボードをつけて、この状態で、例えばベッドでスマホをいじるような感覚で iPad をいじったりだとか、あとはちょっと動画を見ながら何かご飯食べたり作業したりっていうのもこうやってここに置いて何かやるとか、スマホ代わりであり PC 代わりでもあるような位置づけになっていました。家の中では大画面スマホ兼、ポータブル PC のような感じで使っていましたね。ちょうど中間に位置づけられている iPad だからこその役割かなと思います。そして4つ目に、外出先で使うこともありました。 MacBook が不要な時の作業用端末として持ち歩くこともありますね。僕の場合は Mac でしかできないやらないことは、せいぜい動画編集くらいで、今日は動画編集は外でやらないという時にはこっちを持ち歩くこともありますし、単純に気分転換で iPad にして、これでカフェで作業したりっていうこともあります。そういった用途で僕は iPad Pro 11インチをこの3年半、4年くらい、使ってきたんですが、今回これの買い替えを決意しました。
買い替える理由に関しては本当にシンプルで、単純に長く使ってきてだいぶバッテリー持ちとかが悪くなってきたこと、そして学割とか新生活キャンペーンが使える最後のタイミングだったので、これを機に買い替えようというふうに思った。本当にこの2点だけです。でここで僕は普通乗り換えるんだったら、エアーが順当かなというふうに思うんですけど、あえてこちらのミニを購入してみました。大きくですね、その理由は3つあるんですけれども、一つは先ほども少しお話しした通り、ノートを取らなくなったっていうところがあります。で言ってしまえば、この11インチであるべき最大の理由がなくなったんですよね。であればもうちょいこう携帯性のいいミニをちょっと使ってみたいなというふうに思ったというところです。2つ目に、外出した時にやっぱり iPad あったら便利だなと思うシーンがちょいちょいあるんですよね。この11インチだとやっぱり持ち歩くにはこう相応の勇気というか、荷物を重くする覚悟が必要になります。しかも MacBook はこれは持ってくっていう日だと、これとマジックキーボードをどっちも持っていくのはもう重さ的に嫌なんですよね。なので、たまにこう iPad も Mac も必要っていう場合には、 MacBook と iPad をこの裸の状態で持っていくっていうことがありました。これがミニであれば本当に何も気を使わず毎日のようにカバンの中に入れておけるっていうことで、よりこう iPad を使う機会が増えるんじゃないか、使いやすくなるんじゃないかというふうに思って、このミニをちょっと買ってみたという感じです。そして3つ目に、さっき Mac と iPad の使い分けの話をしたんですが、そこでちょっとんって思われた方もいらっしゃるかもしれません。そうなんですよ、今 Mac とこの iPad マジックキーボード、この2つの役割というか位置づけが若干被っているんですよね。自分の中ではなんとなくこう別にしているつもりなんですけど、正直どっちかで代替できるようなものばかりなんですよ。であればこの今 iPad がね担っている役割の一部を完全に MacBook に移して、iPad でしかできないことにこのミニを専念させるっていうのがベストかなというふうに思ったんですよね。こんな感じで iPad をミニサイズにすることによって、今までの iPad の自分の中での位置づけを見直して、より荷物をコンパクトにしたいなというふうに考えて今回ミニにしたという感じです。そんなわけで実際に iPad ミニと一緒に1週間ちょい過ごしてみたんですけど、結果としては馴染まなかったですね、僕には。これ本当にちゃんと言っておきたいんですけど、 iPad mini はクソだとか悪い端末だとかそういうことを言いたいんではなくて、自分の使い方には合わなかったということなんですよ。これについて詳しくちょっとお話ししていきたいと思います。 iPad mini を使っていて僕がちょっと厳しいなというふうに感じたポイントが大きく2つあります。1つはキーボードがちょっと使いにくいこと、そしてもう1つが家の中で使うには小さいということです。最初のキーボードについては、これは iPad に何を求めるかっていう話になるんですよね。これまで使っていたこの iPad Pro とか、iPad Air もそうなんですが、純正のキーボード、こういったマジックキーボードのような純正のキーボードが用意されていますよね。なのでこれに関して打ちやすさは本当言わずもがななんですが、その一方でミニは純正のキーボードが用意されていません。外付けのキーボードを使うのであれば、純正品以外のサードパーティーのものを選ぶ必要があります。実際にこの iPad mini をこんな感じでちょっとパソコンみたいな形にするような製品はあるんですけれども、やっぱり Bluetooth 接続なので、いちいちこうちょっと接続するのがめんどくさかったりだとか、あと画面のサイズが小さいので、キーボードのこのキーのサイズもどうしても小さくなってしまって、プロとかエアほどのストレスレスな体験っていうのはできないんですよね。あと何より、もしキーボードをつけると、最初の目的、この携帯性を上げたくてミニにするっていうところがあんまり叶わなくなるというか、どうしてもその分厚くて重くなるので、自分が iPad mini に求めたいような感じとはちょっと違ってくるなというふうに思って、外付けのキーボードはなくなりましたね。そうするとこのミニのソフトウェアキーボードを使うことになるんですが、これが僕馴染まなかったんですよ。縦にしてこう両手でね使ってみたりだとか、あとはこれ左右に分けて使うこともできるので、ちょっとこれでねキーボードを打ってみたりっていうのを試してみたんですけど、これどうしてもやっぱり画面の中でこう存在感が大きいというか、占有面積が広いですし、親指でしか打てないのでスピード感はそんなに速くないですよね。その結果僕はフローティングキーボードでフリック入力をすることにしました。ただこれだとスマホと同じなんですよ。なんならこうスマホの方が握りやすいので、同じフリック入力でも打ちやすさはこっちの方が上かなというふうに思っています。これを経て僕の中で明らかになったのは、僕は割と家の中でスマホより大画面で、でも PC を開くほどではないというような
入力作業、文字の入力をこの iPad で行っていたということなんですよ。結局このキーボード作業を iPad でできない、しにくいっていうのが、僕の中でこのミニに対して違和感が出てきた、最初のきっかけになりましたね。かといってやっぱり家の中で Mac を持ち運ぶ気にはならなかったんですよ。基本的にはこう指で操作して使う時にだけキーボードを使えるっていう、この iPad の良さっていうのが僕には家の中で iPad に担ってもらってたんだなというふうに感じましたね。そして2つ目は画面の大きさです。本当に今更何言ってんだって話ですよね。本当に申し訳ないです。外出先においてはこのミニのサイズ感はめちゃくちゃ良かったです。簡単に持ち運べるし、重さも全く気にならないですし、それこそパソコンとかを開きにくいような場所ですね、ちょっと狭いスペースとか、あと電車の中、移動時間とかですね、そういった場所でも手軽に開いてインプットとかね、かなりできるなというふうには強く思いました。ただその一方で家の中ではやっぱりこの11インチくらいのサイズ感がちょうどいいなというふうに思いました。ご飯を食べながらこう動画見たりとか、あと料理中にこうやってかけて作業したりだとか、あと雑誌を読むのにもこのミニよりもプロとかエアのサイズ感の方が適しているなというふうに思いました。これは本当に画面サイズによる一長一短のどっちを取るかという話なんですよね。この外出先への持ち運びやすさを重視するのか、家の中での作業とかの快適性を重視するのか、どっちかという戦いになるんですけれども、僕の場合、外出先で iPad を使いたいなというふうに思ったタイミングが意外と少なかったんですよね。とりあえずこの1週間ちょいはこれ毎日バッグの中に入れて持ち歩いてたんですけど、その割に、あんまり iPad mini 使いませんでしたね。スマホでもない、 PC でもない iPad の方がこう使いやすいような作業とかやりたいことっていうのが外出している時にはそんなになかったんですよね。その一方で家の中では iPad 毎日開いたんですよ。これはちょっと自分の中でも驚きで、やっぱ iPad ならではの特徴がよりフィットしているのは家の中でのこういろいろな作業とかやりたいことだったんだなというふうに感じました。毎日外出先で iPad を使えるっていうミニよりも、家の中でより快適にね、大きな画面でキーボードも打てて作業ができるプロ、エア、こっちの方が僕には向いていたということでした。以上が今回僕がですね、ミニを1週間ちょい使ってみて感じた、どちらの方が僕に合っているかという話の結論になります。はい、ということで、結局11インチサイズが自分に合っていたという結論になってしまいました。ここまでの iPad の使い方がやっぱり自分には最適化されてたっていう、事実を再確認したっていう感じですね。ただやっぱりちょっと憧れがあった iPad mini を少しの期間試せたっていうのは良かったし、あと自分にとって iPad がどういう端末なのかっていうのを再認識、再確認することができたっていう意味でも、今回の検証はすごく有意義だったなというふうに思います。何度も言いますが、本当にこの結論っていうのは人にもよりますし、なんならこう自分のように学生でもないのに11インチサイズがちょうどいいって言ってる人は相当少ない方だと思います。なので最初に言った通り、あくまで参考の一つとしてこの話聞いていただけると嬉しいです。Air Pro だからこそできること、ミニの優位性、そういったものをね、比較検討して、もし購入を迷われている方とか、今使っている iPad をなかなか活用しきれてないなというふうに感じている人の何か助けになれば嬉しいです。このチャンネルではですね、他にもガジェットやライフスタイル関連の動画をいろいろと上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価の方もよろしくお願いします。今日はこの辺で、以上なごみ家でした。ではシュッ。